はい、では皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。さて、親便、今日は、あ、おろす、あのね、よくあるおろすっていうの、そう、くるうん、まくいつものことや、クラブをおろしなさいよっていう言葉と、うん、クラブを振るよっていう言葉の違いだね。そう、はい、クラブを振るって、どこ振るの、どこを振るの、そうだよね、レインっていうのはこいつを振るんだよね、ヘッドを振るんだよね、これを振るんだよね、はい、じゃあウェビンちょっとカメラの方向いて、はい、じゃあヘッド振るっていうのはこういう動きだよね、極端な見せ方すると、はい、じゃあ手を下ろすっていう動きはこれじゃないスイ、はい、そうだよね、じゃあそれを右向いて、右向いて、はい、クラブを下ろしてきたら、すん、はい、遠心力でヘッド出てくるよね。あ、本当や。はい。こういうつながりなんじゃないかな。結構怖いんだって。ごめんね。じゃあちょっと打ってみようか。うん。下ろす感覚で。下ろす感覚で。上手に遠心力でクラブの前に出たんじゃないですか。こんな感じ。そんな感じ。大事なのってこのね、クラブヘッドの動きじゃん。うん、これが振るっていう動きだと思う。うん、要は振り子ね。そう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 、振り子ね。うん、ただこの時に手を下ろしましょうね、手を下ろしましょうね、うん、手を下ろしましょうねってなってヘッドついてくる。そうなっちゃうの。そう。うん、これ手を振ってないよね。うん、手を振っとるんだ、クラブって。そう、手を振ってるだけだし。うん、これってどういう動きなのかっていうと、横まで、あ、横、はい、バックスイングしてきて、こうだよね、うん、手を下ろすっていう動きはこうなんだよ、うん、こうだからこうやってヘッド前に出るんだよ、ほんまや、はい、じゃあもう一回バックスイングして、手を振るっていう動きはこうなんだよ、うん、ね、こういう動きだからクラブヘッド前に出ないんだよ、前に出てもチーピーするんだよ、そう、こうやって怖いて、怖いて、怖いて、トニスさん、はい、うん、中動きの差なんですよ。ああ、はい、これが、そうです。じゃあ水野さん、クラブを振ると手を振る。ちょっとこの動きやってみようかな。はい、違い出せるかな、まずはクラブ振ってください。クラブを振る。はい。はい、クラブを振るとボールっていうのは左に捕まってきます。うん、フックボールが出るってことですよね。じゃあ今度は手を振ってください。手を振る、はい、手をそう、こうやってスライスしてるのが手を振るってことですよ。あ、はい、で球筋がこんだけ変わるんです、うん、はい、すごく違った、すごく違うよね、はい、もう本当にね、球筋変わるし、うん、動きも変わっちゃうから、クラブを振るって動きを大事にしてくださいね。ただ当然コントロールしようねって話になったら、うん、クラブの動きをコントロールしようねっていう言葉になってきます、うん、ね、そうなった時っていうのは要はこのプラン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 動くこの動きっていうのをどのくらい制御するのっていう話になってくるだけです。はい、ちょっとそういった形で頑張って覚えてくださいね、うん、はい、ということで本日の動画は以上となります。今日は、クラブを振るっていう言葉と手を振るという言葉の違いについてやらせていただきました。結構ね、あのクラブ振ってるつもりなんですけどって言って一生懸命手振ったりさ、うん、一生懸命体回してるだけの人いるからね。私だ。はい、その通りです。はい、皆さんもそうなってないかどうか、球筋を見て注意して判断してみてください。はい、ということで本日の動画は以上です。この動画が役に立ったなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。